皆さんこんばんは、ジェキーです。本日もパシフィックドライブ続きから飛んでいきたいと思います。さあ、というわけでやっていきたいんですが、結構ね、この絶縁系のやつやってみたんですよ。絶縁パネル、絶縁ドア、かっこいいねなんかかっこいいね。ちょっとまだね、絶縁パネル前の方にははめられてないんですが、それでもなんかちょっとゴツゴツした感じがいいんじゃないの、これ。後ろも絶縁ドアにしたいな。まあなんかね、いろいろ試してやっておりますという感じで、内装とかもね、いろいろ変わったり、あとね、こいつ、蜂の、なんていうの、こういうの、エンブレム。このね、先端にくっつきました。かわいいね。でね、芋のライトとかもくっついたりして。これは何の意味があるんだろうな。芋にね、ライトがね、ぶっ刺しちゃうの。ああ。電気が通しやすいからつくんだろうな、ライトが。まあそんな感じでいろいろどんどんね強化したりしていますという感じですが、どうだろうな、何を説明してないのかもう自分でもわかんないぐらい結構ねいろいろやっております。このなんだロッカーが増えたり、あとね、私自身のね、服とかもね、この個人用エアバッグ、このパーカーはありとあらゆる物理的な危害から身を守ってくれる最高の防御策だとかね。まあ、そんな感じで、ちょっと、結構発展してきております。アンテナの強化とかもしたりね、これ。改良型アンテナ。ちょっと何がどういいのかっていうの全く分かってないんですが、まあこういうこともしたり、あとね、なんかね、この不安定エネルギー必要なやつあると思うんですけど、めちゃくちゃちょびっとだけ入手しまして、1.5KLIM かな？私がゲットしたの。で、ちょびっと使ったりして、っていう感じで、まあ、徐々にね、進んできておりますと。そんな感じかな、でも。あと、これもね、修理ステーションもね、しれっと、2段階パワーアップしております。まあ、だから、なんだっていうのは、あんまり分かってないんだけど修理したいんだけどさ、もうなんか異常が多すぎてさ、何がどう繋がってんのか全く分かんなくて、もうかなり放置しております。なので、運転中にいろんな異常が起こってますもうね、これ異常特定するの諦めました。ちょっとめんどくさすぎてるので、なんかね、一個解決してもすぐ次の冒険行ったらまた次の異常が発生したりするので、これはもうめんどくさいなっていうことで、もうやっておりません。で、今回行くのがここですね。ただ、この不安定ゾーンに一回突入しないといけないんだね。これはね、どういうところなのかなと思って、ちょっとやって、で、さっきの不安定のアンカーとか手に入れてっていう感じなんですよね。なので、まあまあまあ超えられるっていうことは分かっておりますので、なんとかやっていけるんじゃないかなという感じですかね。じゃあやっていこうかな。ちなみに不安定のアンカーの取り方っていうのがなかなかね、この不安定ゾーンの中でも安定したアンカーしか入手できない場所があって、っていうのが右上にね、なんだろう、赤い時計マークの下に、まあ、不安定マークが書いてあるんですが、わかるかな。で、こっちの不安定ゾーンは
赤い時計マークの下に安定のアンカーのマークが書いてあって、っていうのでこの不安定ゾーンの中でも安定したアンカーか不安定のアンカーかっていうのがね、取れるものが違ったりするんだよね。まあそういうのもあってね、意外とちょっと考えながらコース選択しないといけないんだなっていうのがね、最近分かりましたね。ということでやっていきましょうかね。ちなみにサイドにはタンク、これガソリンのタンクですねがついてて、でミニタービン、これ風力で発電するやつで、こっちは水力発電機、水で発電で、サイドストレージがあるっていう感じだね。サイド系はで、中はねこれジャンプジャッキっていうのをつけてみました。まだね一度も使ってないから、どんぐらいジャンプできるのかっていうのはわかんないんですが、ちょっと使えるかなと思って。でこっちは相変わらずオートパーキングマシンね。うん、これで全部紹介しきったかな。あれ、これなんだ、お、あ、いや絶縁パネルのあれかなんかか。オッケー、じゃあ行きましょう。よし、このね、なんていうのこれ、なんかバー、このバーも、じゃがいも、じゃがいもですね、先端にくっついてんのなんかね芋系のアイテムが何個か手に入ったので、芋で統一していこうかなと思っております。まあ、そんな感じかな、この車内も。でなんかね、ハンドルがね、ハンドルがっていうかね、なんか装飾品付けられる個数みたいなのがあるのかなっていう感じで、4つとかしか付けられなかったのでハンドルが元に戻りましたね。うん、そうしましたら、まあこっちかな。うん、アダプターとレフトライトがいる。アダプターがねあんまり嫌なんだよな、あいつ一番邪魔だからな、このゲームのアノマリーの中でも。あいつがいないところをできるだけ選んで行っている感じなんですが、まあこういう一本道しかないときはしょうがないね。まあ注意していきましょう。さあこの近くにアンカーがあるんだよな。アンカーはねできるだけ手前の方で拾っていきたいんだよな。ただなんかやべ、毒霧みたいなのが発生してるな。めんどくさいか、このアンカーは取りに行くの。いけるかな、どうだろう。あー、いけんのかこれ森林を伐採しながら。あー、あったね、あれ。いけるかな、やばい、坂道がきついって言われちゃってる。ただ近づけはしたな。うわー、アノマリーたくさん。これまず、おお、びっくりした、私に反応したわけじゃないのか何に反応したんだ今。やべやべ、戻りすぎ戻りすぎ、動きすぎ。よし、どうだろうなこれ、なんか毒の中にある、もしかして毒かこれ、なんだろうね、汚染した空気の中にある感じがするけど、取りに行けんのかこれ。行くしかねえ。いやー痛いね、ダメージがすごい、結構入ってる、結構入ってるよ。よし、急いで入れちゃって OK、 急いで脱出。よし、うん、いいよ、これで案外1個手に入ったので、まあまあ脱出しようと思えば、あー、ぶるぶる、今すぐにでも脱出はできんのか。 OK、 ただねこれね、なんかね奥に進めば進むほど、あべ、ミスった、踏んじゃった引いちゃった奥に進めば進むほどアンカーのね必要な量がね増えていくんだよね多分ね、この
私のガソリンスタンドに戻るためのエネルギーが。なのでまあまあまあ後々またアンカーは回収しないといけない感じにはなると思うんですが、一旦はね、まあ数は少なくても取っておいた方がいいよね。後々に引き継がれるからね。というわけで、そんな話をしてる間にも次のステージへ行きましょうかね。いや、どうだろうな。不安定ゾーンに一回入らないといけないっていうのがかなり懸念なんだけど、いけるかな。次はまだ安定ゾーンだね。どっちがいいかな。あー、こっちだとジャンクションの状況がアンカー行方不明なんだね。アンカー行方不明っていうのが、アンカーの場所がね、なんか認識できないんだよね。いろんな場所でアンカー反応が出ちゃってて、どこ行けばいいのかよくわかんないっていう。だとしたらこっちかな。電気の過充電っていうのになってるけど、まあまあまあ電気はね、発電しながら私は動いてるのでいいんじゃないかな。今んとこバッテリー切れはまだなったことないので大丈夫な気がする。よし、さあ私の風力発電と水力発電が火を吹くんじゃないか。左上に行く感じだね。まあまあまあ、でも街の中通っていくのか。お、いいね、雨降ってきた。これは水力が火を吹くぞ。あ、風も強いね。いいよいいよ、発電し放題だよあ、すごい、ここ街中だね。あー、これはちょっとだけ寄っていこうかな。本当にちょっとだけね、なんか修理できるような部品だけちょっとでも集めておければ嬉しいかなっていう感じの回収の仕方をします。よし、まあまあ回収できたのでいいでしょう。このぐらいで次の場所へ行きましょうかね。あんまりなんかこの嵐の中にいたくない別になんか嵐でダメージ受けるわけじゃないんだけど、なんかね、あんまり気分的によろしくない。よし、行きましょうかね、次のステージへ。さて、着きましたが、ちょっとね地味にアノマリーに削られてきたので一旦回復したいかな。はてで食らってる場所にべちゃっと行きましょう。これやっとかないとね、マジで後々もっとめんどくさいことになるからね。あーあー、帯電してるよ。ああ、これなんか直さないといけないのか。めんどくせえな。よし、オッケー、綺麗にしちゃって、で、これは帯電は直すなし、いいんだこのままで。なるほどね。あとはここか。やっぱスチールドアが結構やられてるね。配電のこの絶縁ドアにしてる場所は意外とダメージ食らってないもんね。そっかそっか。いやー、やっぱこれ大事なんだな、強化するのって。よし、じゃあ行きましょうかね、次のステージへ。ここが次のステージが確か不安定ゾーンだよね。いやー、これ大丈夫かな。結構ね、ハードなんだよね、不安定ゾーン。ちょっと初めてお見せするので、気合い入れていこうかなと思いますが。いや、いければいいな。さあ、やっていきましょう。うわぁ、真っ暗。そういう場所か。はぁはぁはぁ。不気味な暗闇、バッテリードレイン、素早い嵐。素早い嵐が一番きついな、でも。ちょっと待ってね。こっち側だね。ここはもう、すぐに抜けちゃおうかな。うん。もう、アンカーとか、別にいいや。今回は普通に通り抜けちゃいましょう。早いうちにね。危ないからね。よし。
いやーすごいな、アノマリーの数がやっぱり不安定ゾーンは大量なんですよね。いやー怖い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 普通に怖い、あぶれ、よしかわした。とりあえずこの道路行きましょう。いやー抜けるだけだけど結構これ大変だと思うんだよな。前この不安定ゾーンで安価回収した時マジでやばかった。本当にもう車大破寸前っていうところまで行っちゃってたので、もうそれをねちょっと考えながら、それを考えると、もうただ抜けることだけを考えてやっていこうかな。今回はこの先に目的地があるからね、ちゃんと。よし抜けられるけどすごいダメージ受けた。うっそよし、でも抜けた。この次がウォール横断。おー、エキスパンションウォール、なるほどね。高級的な安定性。あー、じゃあそんなに辛い場所じゃないのかな。でもアブダクターがいるな。やだな、アブダクター。でツーリストっていうあのね人形だね、爆発する。でスパークタワーもあって、シェイカー、これあれだな、噴出口みたいなやつだね。いやー結構大変かもな。安定してる場所ではあるけど、それなりになんか嫌なあのなんだっけ、アノマリーが出る場所ですね。ということで、ダメージを食らう前に一旦回復さしとこう。ちょっとこれはもう回復しないとこれ乗り切れる気がしないので。よし、ウォールの中に入る方法を見つけるっていうのがなんか条件になってるな。どうなんだろうな、どうやんだろうな。走ってれば見つかんのかな。あ、やっべ、パテがねえ修理用パテがねえミスったな。作ってくればよかったな。化学薬品がないもんね。化学薬品がね本当に手に入りづらいんだよね。なのでパテが必要最低限しかあんまり作ってないんだけど、こういう機械はねちゃんと用意してった方がよかったな。で何、ここ行けばいいのか。なんだあの緑の湖みたいな感じなのかな。湖のほとりになんかあるね、目的地が3つ。あれは何でしょうか。まあ、とりあえず行けばわかるさってやつだね。いやなんか最近肝心なところで噛むな噛むのは今に始まったことじゃないけど、最近の噛み具合ひどいな。よし、とりあえず向かいましょう。お、いきなり喋り出したからすげえびっくりしたよ。あー、ディープゾーン、何ディープゾーンっていう場所があんの。あ、ちょっと待って、これ左だな。え、結構高低差ない、これ地図で見る感じ。あ、そんなでもないか。一応下れるぐらいの坂ではあるけど、なんだここやっぱ水辺だね。あー、なるほど。でも水辺は意外と走りやすいぞ。木とかもあんまりないし。ここら辺だね、目的地。あ、これが壁か。はあ、確かにでかい壁だな。うわ、アブダクターがいるけど、あそこなんか入れそうじゃない。これやだな、これ触れたくないんだよな。あ、やべ、浸水した。よし、 OK、 今なら入れる。うん、よいしょ、こっちで OK かな。よし、うん、これで一旦安全。ちょっとさ、やべやべ、
危ない危ない危ない、ちょっと待て、下がっちゃう下がっちゃう下がっちゃう。ここで休憩しちゃダメだった。え、これ大丈夫か。あ、一応大丈夫か。ちょっとさ、今思い出したら、これジャンプボタンって設定しなかったなっていうね。あ、これこれこれ、ジャンプジャッキー。ほう、これをじゃあスペースでやってみましょう。で、なんだ、アルセミッター、これもやんないといけなかったんだ。全然使ってなかったけど。なるほどね。これでパルスエミッターも使えると。そっか、なんか発動しねえなと思ったらそういうことだったんだな。で、あ、なんだ、通れない。なんか段差があるな、ちっちゃい。よいしょ。オッケー。さて、なんか怖えな、ここ。え、なんだなんだなんだ。やめて。やめてね。なんかそういうホラー的な展開やめてね。苦手だよそういうの。いや、すごい道入ってくな。これ電気ついてる。あ、ついてるね。よし、 OK。 おお、アノマリーいるけど、なんか大丈夫か。え、どっち行くんだ。あっちでいいのか。こっちしか行けないよね。むしろ。ここまっすぐ行ったら何かあるかな。あ、こっち側行けるな。え、どこへ向かってんだろう今。あ、こっち別にないのか。いやー、スパークタワーあるから、違いそうだな。違いそうだなっていうか通れないな。こっち側でいいのか。どっかからこの先行けるっていう話だよね多分ね。うん、あ、でも左側だな行きたいの。こっちだな、マップで見る感じ。ここのどっかに向こう側に行ける穴があるっていう話。これ、いや違うな、穴じゃなかった。どこだろうな。いや、マジで、怖え。雰囲気が怖え。あれ、いけないなあ。あ、上に抜けられる？これで。どうだ？上行けそうだね。危ない。うわ、この車のエンジンの限界が。よし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 。あれ？こっちじゃないのか？右側か。よし、おお、登ってきた。え、どこだ、こっちの上の方。あ、いや、なんかそんな感じじゃないな。あ、べべべべ、ぐー、やばい、車が言うことを聞かない。いや、やっぱエンジンの馬力欲しいな、もっと。待って、なんかの音がする、なんかの音がするけど、ミラーが暗すぎて今何にも役に立ってない。後ろが見えない。よし、あ、抜けられるんじゃないこれね。そんな感じするね。この穴に入っていくのか。おっと、何の音だ。おっと、なんだ、ボラードかな、あの床から下から出てくる岩。あ、抜けたね、これ。もう、ARC 信号が干渉を妨げてる。OK。もう、安定化した連絡道路を通る。安定化した連絡道路。あ、こっちのことかな。こっちの先になんかあるね。この先に行ける道が。ってことは、まだ、あるんだな、この先が。いや、嫌だな。結構長い道のり来たよ、もう。まだあんのが。しかもガソリンも半分ぐらいまで来ちゃったな。ちょっと待って。一回そうなったら、補充しといた方がいいかな。よし、
久しぶりだな、これ。ガソリン補充すんの。あ、なるほど。上のやつもう使い切ってんだ。予備タンクを。これは結構だね。あんま本当に入ってないな、このちっちゃい燃料缶。ただ、でっかい燃料缶も私、常備しておりますので。これで、いけるでしょう。あ、全然サイドタンク使い切ってないわ。全然あんじゃん。なんでこれ両方から使っていくんだろうな。片方を重点的に使ってほしいんだけど。よし。オッケー。あれ、取れない。よし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 。でも、そんなにダメージ食らってない。思ってたほど。不安定ゾーン通ったからさ、真っ赤になっててもおかしくないんだよね、この時点で。よし。この先へ。いや、来ましたね。なかなかの旅じゃないですか、これは。どうなんだろう。そろそろアンカー取っておかないとまずいよな。帰り道のエネルギーが足んないと思うんだよね。勝手に開いてくれんなら嬉しいけどね。うわー、なんだここ。やっべ。こんなところまで引っ張らずに取っておくべきだったな、アンカー。トバイアス。トバイアスはようこそって言ったからこっち側にいんのかな、壁の。んなんかね、この世界にいるはずなんだよね。通信してる3人はどこにいるんでしょうかね。会いたいな。なんだ、真っ赤に光ってるあれは。なんだ、なんか初めてのアノマリーかな。ちょっと一回これは観察しておくべき。あれは、これも巨大なオーブ。なんだ、怖っ。近づいていいのか。あれはなんか破裂しそうで怖いな。近寄ったらパーンっていきそうで、いやー危なそう。危なそうな予感。あ、そんなことないのかな。あ、ここに不安定な、あー、ここ入っていいのか。あー、水の中。水の中やだな。うわー、しかも、すごいなー。こいつらいっぱいいるなー。どうしよっかなー。一回ここで止めてさ、拾っちゃおうかなー、これ。ここ普通に歩けんだね。よし。うわ、ぶね。ビビるからマジでやめてくれよ。よし。オッケー。いいよ。このアンカー手に入れたのでかいよ。あ、抜けられるようになったな。ちょっと待って。これあれだな。道なりに行って、道がわかんないけど、道なりに行って、電線たどればいいか。この先に、なんか上の方まで行くと、あるね、青い円が出てるから、あそこまで行けばいいのかな。いやー、まあまあ遠回りするな。で、この毒も、やばそうなので回避しつつ、やべえな、これマジで不安定ゾーンだな。うわー、ダメージがすげえ。全体に強制ダメージ、きついね。このステージもちゃんと避けていかないと、いつやられてもおかしくない。うわ、どうしよっかな。ここら辺のさ、拾っていこうかな。アイテム拾っていかないと割に合わないな。こんなにダメージ受けちゃうと。待って。こっち、ちゃんとかわして。よし！オッケー。いやー、やばいね。ダメージが徐々に蓄積されてますね。これはアノマリじゃないね。オッケー。で、ここをぐるっと回って、目的地が、道の上にあんのかな？
あの緑の目的地。多分そういうことだよね。さて、ここら辺でなんか分かれ道、こっちの道へ行けばいいのかな。これ道って呼べるのか。うわ、なんだここ、立ち入り禁止ゾーンじゃないのこれ。いいの入って。よし、 OK。 いやー、これ外に出たらダメそうだな。ダメージ食らいそうだな。汚染されてるっぽいね。この車の画面真ん中のこの防線、これがうにょうにょしだしたら外が汚染されてるっていう印なんだけど、来れたね。あ、これまたこのスタビライザーを起動するためのイベントだったんだね。やっちゃいましょう。 OK。これでどうだ。ほう、スタビライザーとペアリングする。なんだ、何すりゃいいんだ。受信機をつなげたよ。 ARC 装置のデータも使える。オピー邪魔されるなんだ、なんか、あ、やばい、またこれ抜け出すやつだ。マジか、結構あるぞ距離。これやっべえな。いや、大変な、これ道のりを行かないといけないんじゃないの、もしかして。これエンジンこのままじゃやばいんじゃないか。私の車はまず全速力で70キロぐらいしか出ないんだね、多分。間に合うかこれ。あ、であれだな、ちょっと一本道のところで解放しないといけないか。やっべ、やった、やっちまったちょっと待って、これを、あ、これもう解放されてんだ。あそこ行けばいいだけだ。くー、ダメージがすごい。なにこれ、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 道がねえ危ない危ない危ない。まっすぐ抜けて、あー、そこか。よかった、でも山の上とかじゃない。これならなんとか真ん中突っ切ればいけそうだな。ただマジでアブノーマルじゃねえ、アノマリーがすげえな。アブノーマリティは違うゲームだね。いやー、やばい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 、迫ってきてる、迫ってきてる。これはまずいぞ。赤いのがデッドラインだけど、めちゃくちゃのスピードで近づいてきてる。これはいけんのか。あ、これもう突っ切ればいけるんじゃないか。やべやべ、車があった全然見えてなかった。これはもう行くしかないね、池の中そこ汗えな、ここ意外と。よし、あともうまっすぐだ、突っ込むだけ。これは間に合ったでしょう。いや、やべえな、結局ダメージかなり食らったな。よかった、あのパテ使って回復しといてなんとかなりましたね。さあ、いや、ボロボロだよもう。これでもう魔法のテレポート装置を隠してた。お、あ、 OP が、通信が、電気も切らないと。よし。ん？なんか OP とこのトバイアスは協力してるようで反目してんのかな。なんか、なんか企んでそうだよね、トバイアス。どうなんだ。
お、セキュリティロックの電源が入った。4735。え、これじゃない？ずっと入れない扉があったんだけど。おお、開いた。何ここ。トイレかい。え？何？ああ？え？何のためにここ開いたの？え？なんかさ、ここにアイテムが見えんだよね。だからここの部屋に今入れんのかなと思ったんだけど、違うな。え？どっから入れんだ？お、開いた。マジか。何気なしに押してみたんだけど。何これ、秘密の場所に入れましたね。ハードディスクも回収して。あ、どっちかしか持てない。ちょっと待って。これは入れちゃって、これを持つ。オッケー。これがなんかオピーの秘密なのかな？うん。で、ここに入れろと？え？何これ、どうすりゃいいんだ？お？こん中に何入れりゃいいんだ？ARC ドックでいいのか？こういうこと？いや、違うっぽいな。なんだろうこれ。これ入ればいいのかな？あ、動いた。おお。向こうに送ったのか。おお。オーピー。お、なんかバレてる。なんだ、どうなるんだ。うん。Let me get this straight. You hijacked my mission, tapped into my frequency, and now you want to be all buddy buddy. 相当嫌ってるな。You think you're hot stuff. Why don't you take the lead then? Get the driver through all by your damn self. あら、コピーに見捨てられた。Did she just hang up on us? Well, guess it's our time to shine. お、この時を待ってたのか。We know the driver needs to get to the deep zone.ディープゾーンに向かう。さっきね、実績でミドルゾーンに入ったみたいな感じの音が書いてあったんだよね。さっきの場所が、あ、ミッドゾーンか。だとしたら、あの奥にまだディープゾーンがあるってことだな。やべえな、これ長えな。はあ、なるほど。え、で、これ何？今持ってるのこれ何？ ARC ドックって。これ何？どこにつなげるのこれ。なんかさ、こういうの持ったらさ、だいたい、この、やる場所が出るんだよね。マーカーされるんだけど、何もないな。これはどうすればいいんだ？お、助手席からになってる。助手席につけられんのか。おお、は、変わったか。なんかパワーアップしたっぽいな。んー、なんだろうね、これでどうなるのか。いや、あれだな、そのアンカーで溜まるエネルギーがアップするとかだったら嬉しいな。結構ね、大量に持ち帰らないと全然強化できないから、今のところ。それが大変だったんだけど、なんかこれで変わったら嬉しいな。ちなみになんか、
開発できるものあるかな。炭素繊維ガラス、いいね。あとは、あー、スクラッパーが強化できる、これもいいな。ライトはちょっと置いといて、他は、あー、なるほどね。これなんだ、資源レーダー、あー、ジュークジェット、車につないでジュークしたり揺さぶったり、ジャンプやジャブしたり震えたりしながら楽しくドライブしよう。ジャズって当然、ジャズって当然、でもあまり陽気になりすぎると自分自身がジャブジャブになってしまうかも。なんかよくわかんないけど、これに不安定エネルギー払いたくねえな。なんかわかんないけどね。まだ持っておいていい気がするな、そうなると。とりあえずね、これ作りたいんだよね、高機能ワークベンチのレベル2。これを開放して、なんか作れる幅を広げたいので、まあ不安定エネルギー 1.6 しかないので、とりあえず今は、これはキープしておこうかな。はい、というわけでね、本日、どうなったかな？時間足りてるかな？ちょっとね、これ編集してみないと、このシリーズ本当に、どのぐらいの時間をね、やってるのかっていうのをいまいちつかめないんですが、まあ、こんな感じで、今徐々にね、私の車も強化されて、不安定ゾーンでもね、一応突っ切れるようにはなりましたので、またね、こっから頑張ってやっていきたいと思います。よかったら次回も見に来てください。では、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。